高速に入ります。ETC ついてないので料金を払います。料金払ってレシートをもらいました。ただね、あらかじめ、分かってるのでね、小銭の方を用意してました。で、一応念のため領収書をもらいます。で、この手でね、もうスピード乗って、合流車線で合流するという。ここでスピード乗ってないとね、後ろの車に、追いつかれてね、危ないんで、できるだけスピードを上げて合流できるようにアクセルを目いっぱい踏んで合流します。はい、これが、料金所の正しい、はい、もう一回料金所です。ここではチケットを取るだけ、ETC ついてないからね、ETC で入らないように気をつけて円を選びます。大抵はね、ETC は右側にあるから、左側を取ってれば、まあ、大抵は大丈夫なんですけどね。で、ゆっくり右側につけて。はい。チケットを取ります。で、またね、ETC のレーンから突っ込んでくるからね、後ろ気をつけながらやっぱり合流しないと危ないです。まあ、今はね、ETC も20キロまでスピード落とせと書いてあるんでね、まあ、半分ぐらいの人はちゃんとスピード落として ETC レーン入ってくるから、そんなに前ほどでもないんだけど、以前は本当にひどかったですからね。とりあえず出口に入りますので、出口に向かってますので、もうまたね、 ETC レーン入らないように、今度はね、出口の方でも2つに分かれてるから、そっちの方で出たい方にで、ETC レーン入らないようにしないといけないんで。はい、わかりました。で、こういうところでね、ETC レーン真ん中にあって、右側に来たときはこうやって右側に入らないと、出口でね、今度、交差しちゃうんで。とりあえずこの辺を気をつけてれば、普通に、ETC じゃなくても料金所は通過できます。こうやってね、出口をちゃんと選べばね、
混んでるところに行かなくて済むっていうのも一つのメリットです。まあ、この辺は、まあ、道を知ってるからね、こうやって道を選べるからね。初めてのインターチェンジと出口だと車ができないから、もうみんなが進んでる方向にしかもう進めなくなってしまうので、この辺気をつければスムーズに高速を降りれます。出たっていう感じでね、まあ、こうのほほんとしていいですね。ではまた。